プーチンが大変なところに挟まっていきましたね。袋工事に入っちゃった感じですかね。細い道に入って、まあ、すぐ抜けるかなと思ったら、どん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 細くなっていっちゃって、やばいやばいと。こやだけ来ちゃったから、戻ろうかなと思うけど、こんな長い距離戻れんのよと。 でもうちょっと走ったら、あの、広くなるかもしれないって、どんどん進んでいって、ついに前進も後進もできなくなるっていうね。<laughs> これが今の、えー、プーチンの置かれている状況かなと、私は見ております。読んでいきましょう。プーチン氏、狭まる外交。ブリックス対面、南アフリカ拒否か。南アフリカで8月に開催される新興5カ国、ブリックス首脳会議への、プーチン大統領の対面出席が見送られた。南アフリカ政府が、国際刑事裁判所 ICC から、 戦争犯罪の疑いで逮捕状を出されているプーチン氏の出席を事実上拒否したとみられるプーチン氏は今後外遊先が絞られることになりそうだ「戦争犯罪」で逮捕状が出てるんですよ「戦争犯罪」で逮捕状ですからねブリックス首脳会議は ICC が3月プーチン氏に逮捕状を出してから初の主要国会議となるだから3月に ICC が戦争犯罪人としてプーチンに逮捕状を出した恥ずかしいね ですね、戦争犯罪人ですよよマジででですすね戦争犯罪人ですからねプーチン氏が訪問した場合 ICC 加盟国の南アフリカは拘束義務が生じるため判断が注目されていたロシアは対面出席を認めるよう南アフリカに圧力をかけていた南アフリカ政府は7月19日プーチン氏のオンライン参加を発表した6月にシリル・ラマー・ ポーザ大統領が放露した際、プーチン氏と協議の上、相互に合意して決めたという。南アフリカは ICC とも協議したことを示唆した。南アフリカ政府関係者は20日のブリックス記者説明会で、国際法は遵守しなければならない。ICC を脱退するつもりはないと述べた。南アフリカはロシアの友好国だ。ウクライナ侵略を受けた。昨年3月の国連緊急特別総会で、ロシア非難決議などの投票を棄権した。今年2月には合同軍事 演習を開催したプーチン氏は対面出席によりウクライナ侵略を巡、えー、り米欧と一線を画す新興国・途上国グローバルサウスでの影響力を誇示する狙いだったがはしごを外された。南アフリカカの決定により主要20カ国 まあ、G20 サミットですねを9月に開くインドは胸をなで下ろしたと見られるインドは ICC 非加盟で拘束義務はないものの ICC は非加盟国に対しても協力要請状を送ることが想定されるインド政府は20日 G20 全首脳に招待状を送ったと発表したプーチン氏の出欠には言及しなかったが南アフリカの決定が先例となり対面出席はほぼ絶望的今後プーチン氏の外遊先は中央アジアなど一部に限定され 対照的にウクライナのゼレンスキー大統領は今春以降外遊を活発化させている欧州諸国は渡航用の航空機の便宜を図っている国際会議ではプーチン氏の影が薄くなりゼレンスキー氏の演説が幅を利かせる場面が増えそうだとですから ICC 加盟国っていうのは世界のほとんどの国が加盟してますからそうするとプーチンが入国したら 拘束すするる義務が生じるわけですよということは、今後、プーチンは ICC 非加盟国にしか行けない。そうすると、もう、中央アジアの国なんて、まあ、しょぼいと言ったら失礼ですけども、まあ、事実吹いたら飛ぶような弱小国ですからね。そういう、ところしか行けないということになるわけなんです。南アフリカもね、だってね、えー、共同軍事演習もしてんですよ。ロシアの避難決議には危険までして、もう、良き理解者ということで、えー、ロシア側にべったりついていたわけじゃないですか。そして、 航路した時に大統領はね頼むと俺行きたいからと分かりました分かりましたとねいうふうになったんでしょうけども結局はごめんなさい来てもらうわけにはいきませんのでご出席はなしにしてくださいということですよねいやまあ南アフリカのこの態度は、ね、インドにも影響があるということでなかなか立派だなぁと思いつつもっっといい方法があったんですよ招いておいて来たら逮捕すればよかったんです。もう,そうしたら 南アフリカは世界中かからら大絶賛ですからだってね加盟国全部に招待状を送るわけですから来たら逮捕されるって分かったでしょってだって ICC の条約に書いてあんだからね予測もできずに来たあんたが悪いって話ですよ、うん、で空港を降りたらその場で捕まえて収監しちゃえばよかったんですよそうしたらですねもう世界が湧いたでしょうね なんでそれしなかったんだろうすればよかったのにもう二度と復縁なんかできないですよ <laughs> こんなやばい人といやむしろもう世界中からよくやったということでそしたらウクライナ戦争終わりますからね大統領不在ですからね大統領逮捕ですよそれは今の戦争継続なんていうこと全く不可能でしょうねそしたらもう世界中から感謝されしかもアメリカだってヨーロッパだってこれからねとんでもない金額を出し続けなくてはいけなかったわけですけれどもえ出さなくていいのって話で 浮きますよね、じゃあじゃあみんなで南アフリカに投資しようぜってことになったはずですよ全ウクライナ人が南アフリカに足向けて寝られなかったでしょうねアメリカからも感謝され世界の英雄として喝采受けたと思うんですよねなんで呼んで捕まえなかったのかね私が大統領だとやりましたよ逮捕されないと思ってきたあんたが悪いと以上終わりですよ <laughs> やればよかったのにねとんちが足りないよな外交にはねとんちが必要なのよ だって今日明日で終わったのにね。いやいアインでしょ。普通にそれでいいじゃん。<laughs> 泣きながら懇願するでしょう。<laughs> 釈放してくれって思いつかなかったのかな。武田つにあすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。